新潟大学の渡辺です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はリポジトリサービスの開発とデータ転送という題で15分ですがお話しさせていただきます。私はですね、質量分析データのためのリポジトリサービスの開発をしていまして、実際にプログラムを書いてシステムを作るというところを担当しております。今2つと申し上げたんですけれども、新潟大学の私が所属しているラボは、統合化推進プログラムの中の統括のプロジェクトと、それからGPOSTというプロテオムのプロジェクトの2つに参加をしておりまして、でその双方に質量分析のデータを格納するリポジトリを作るというプロジェクトが中で走っておりますので、その両方を担当しているというような状況です。時系列で申し上げますと、JPOST のプロテオムのリポジトリデータベースの方を先に開発していたんですけれども、当社のプロジェクトの方でも当社のプロジェクトではいろいろなデータを入れるリポジトリをいくつか作っているんですけれども、その中でちょうど今お話があったようなグライコプロテオミクスに関するデータを入れるリポジトリを作りたいというところで、やっぱり質量分析のデータですので、JPOSTのリポジトリと類似の部分もあるということで私が担当するということになりました。で確かに類似の部分はあるんですけれども、両方のプロジェクトともにそれぞれの分野の国外のプロジェクトですね、例えば今当社の方のミラージュですとか JPOST の方のプロテオムエクステンジのプログを置いておいたんですけれども、そういった国外のプロジェクトと連携している面もありますので、そういったところはそちらのガイドラインに合わせる必要がありますので、そういった部分はそれぞれ独自のシステムとして開発を行っています。どちらもベースにしているシステムが申し上げたように同じですので、どちらもウェブ上でサービスするようなシステムになっています。左側の前が実際に稼働している JPOST の JPOST リポジトリというリポジトリで、右側が当社のグライコプロテオミクスのデータのリポジトリで、こちらグライコポストという名前で現在開発をしている最中でして、もう数ヶ月以内には実際にサービスを開始できるんではないかなという見込みでおります。JPOST の方はすでに2年と少しの間実際に稼働をしております。で実際に使っていただいたことがある方もこの中にもいらっしゃるかと思うんですけれども、そもそもリポジトリというのはですね、おそらく何か実験をして、一連のデータを論文に投稿しようというときに大体ジャーナルの方から生データをリポジトリに入れてくださいよというふうに義務付けられているケースが多いと思いますので、そういったジャーナルの求めに応じて登録したという方もいらっしゃるんではないかと思うんですけれども、研究者の方からある一つの実験といいますか、論文に関する一連のデータをリポジトリに入れていただくと、リポジトリの方では1位に番号を振って管理しておりますので、その論文にその番号を書いていただいて、そうすると他の研究者の方が生の実験データをリポジトリに来て探すことができるというような仕組みになっております。で、実際先ほどJPOST のリポジトリの方は2年以上稼働していると申し上げたんですけれども、おかげさまで投稿サブミッションですねの数が順調に増えているんですけれども、ちょっと今回こういったお話をするにあたって、大体どんなふうにデータが入っているのかなというのをちょっと実際数字で見てみたんですけれども、と言いますのも投稿数が増えているのも数字では常に確認していたんですけれども、投稿数の増加ペースだけでなくて、そのファイル容量の方がどんどん増えていってるような印象を受けていましたので、1件の投稿あたりのデータ量ってどうなってるのかなというのをちょっと見てみたのがこちらの図になります。ちょっとこれ今まで出していなかったので、JPOSTのメンバーをもしかしたら初めて見ているかもしれないんですけれども、右上がですね、ちょっと字が小さくてあれなんですけれども、赤い左側の方が、2017年以降に投稿された投稿あたりのファイルの容量で、右側の青表がそれ以前ですね、要するに2016年に投稿されたものなんですけれども、赤の一番上だと1回の投稿で 800GB のデータを送ってきた研究チームがあるということになるんですけど、でそういった数百ギガバイト単位のデータは、以前からちょこちょこ送られてきてるんですけれども、下の方のボリュームゾーンですね、100ギガ前後のところがやっぱり膨らんできているので、先ほどちょうど小林先生の話にあったような点なのかもしれないんですが、1回の実験から出てくるデータの量というのが増えている傾向にあるのではないかなと考えています。下の2つがちょっと補助的なデータなんですけれども、1回の投稿あたりのファイルの数の平均っていうのは時系列を追ってもあまり変わっていなくてですね、で1つのファイルサイズをちょっといろんなタイプのファイルがありますので、全部で平均を出してしまうのはちょっと乱暴なんですけれども、出してみたところやっぱりファイルのサイズの方が1つのファイルあたりのサイズの方が増えているということが確認できました。で先ほど極端な例ですと 800GB のデータが入っているというふうに申し上げたんですけれども、数百 GB のデータをインターネット上で転送するケースというのは、日常的にはあまりないのではないかと思うんですけれども、こういったリポジトリ質量分析のデータの場合そのぐらいの容量のデータを実際にこちらに転送してもらわなければいけないというところで、やっぱりそのままやると非常に時間がかかってしまいます。JPOST ができる以前というのはヨーロッパやアメリカのこういった類似のレポジトリにデータを送っていて、もう何日も転送にかかるというようなケースがあったというところで、これを高速化できないかというのがJPOST の開始時点での一つテーマになっておりました。で先発のヨーロッパやアメリカのリポジトリに対して今から作るというところで、作っていたのは2005年あたりなんですけれども、その時点で可能になっている技術というのがありましたので、そういったブラウザでできるようになっている技術を組み合わせたところ従来より高速化することができました。でその一連の高速化のためのシステムといいますかプログラムのまとまりに後からプレストという名前を付けています。で技術的詳細についてはちょっと触れないんですけれども、簡単に申し上げますと下の図にあるように一つのファイルを細かく分けてで並列に転送して、後でもう一回くっつけるというような処理を行っています。で実際に JPOST で稼働している中でこちらもどのぐらいのスピードで転送されているかというのを統計を取っておりますので、それが右上の図になるんですけれども。どうしても距離が遠くなると遅くはなってしまうんですが、左側の青いところが日本国内からの転送で、これもユーザーの方がどんな期間にいてそこのネット環境がどんなのかというように左右されますので、ちょっとまたこれも平均を出すというのもちょっと乱暴なんですけれども、平均を出してみますと、1GB のファイルだと大体2分半ぐらいで転送が終わるというようなスピードになっています。ただ 800GB ですと多分1日半ぐらいかかる。でもそれでも1日半で終わりますので、従来よりは早くなっているというような状況です。でせっかく早くなりましたので先ほど申し上げた当社の方のグライコポストというレポジトリでももちろんこれを使いますし、でそもそもファイルが高速に転送できるということであれば質量分析のリポジトリに限らず何か使えるかもしれないということで、この部分だけ独立したライブラリとしてオープンソースで公開してしまおうということでそちらの準備も今進めています。でちょっとここでできましたって言えたらよかったんですけど今まだドラフト版ぐらいの状況 で右側がサンプルのアップロード画面です。で、そういったプログラムのコードとこんな感じでウェブサイトに埋め込めますというサンプルを合わせて公開できればなと思ってまして、明日からのハッカソン中にベータ版ぐらいまでいければいいなと考えています。ちょっと今日データ転送のお話に限定させていただいたんですけれども、リポジトリの中ではですねデータの入力をできるだけ手間なくできるようにですとかいろいろ工夫をしていまして、でもちろん求められている仕様が全部満たされればシステムとしてはいいんですけれども、やっぱりできれば使ってくださる方がなるべくストレスなく目的を達成できるというのがやっぱり良いサービスかなと思って開発をしています。で、大体ウェブサービスを作るような、いわゆる、IT 業界というようなちょっと曖昧な表現ですがところですとよく、UX というような言葉を使うんですけれどもユーザーエクスペリエンスという、ユーザー体験と言ったりするんですが、このリポジトリを使おうと思ってアクセスをしてきていただいてでそこからいろいろ操作をして、もともとやりたかったことが達成できて、そこから、閉じるというその一連の、流れの中で、できるだけストレスなくやりやすかったなと感じていただけるようなサービスにできればなと思っております。で、最後になるんですけれども、こういったその科学研究者を対象にしたサービスというのは一般的なウェブサービスに比べますと、その開発体制もすごくちっちゃいですしで使ってくださるユーザーの方というのも質量分析のデータを持っている方ということで、非常に狭い世界に限られますので、ユーザーの方も少ないというところで使い勝手ですとかそういった面の改善には使ってくださった方がここがちょっと分かりにくかったとか、自分のデータはこういう特性があるのでちょっとここが合わないとかやっぱそういったことをフィードバックしてお知らせいただくのがとても重要かなと考えております。ですのですごい小さなことでも構いませんので何かお気づきの点があったらこちらに教えていただけると非常に嬉しいかなと考えております。発表は以上です。ありがとうございました。